アクティブシニアの皆さん、今週もハッピーで充実したシニアライフをぜひ見つけましょう。これからの人生のために、あなた定年お疲れ様。うん、ありがとう。しかし私ももうおじいちゃん、もう無理強いはしないでって感じだよな。何言ってんのよ、人生100年まだまだ長いんだから頑張っていきましょう。そうは言ってもこれから何をしようかな。そんなアクティブシニアにおすすめの方法をシニアライフカウンセラーの骨貝さんに伺いました。これからの人生を考えるためには自分を見つめ直すことが大切です。そこで様々な情報を記録しておくエンディングノートを作るのがおすすめです。これは何を書いてもいいですし、形式やルールはいりません。普通のノートでもいいです。10年先は世界一周だな。夢、目標、生きがいはずっと夫と仲良く暮らす。いやなんかお前照れくさいな、お前そんなこと言われたらとりあえず思いつくままに書くのよ。そうだな、完成しなくてもいいんです。心境や体調、資産状況など変わるごとに過失、訂正します。家族との共有も自由です。相続や葬儀の希望などを書いておくのもおすすめです。エンディングノートを書くという作業は様々なことに整理がつき、それによってこれからの人生にも張り合いが出てくるのです。さらにエンディングノートに普段は言い出しづらいことを記すことで、何かの時にはいろいろなことを伝えることができ、自分や家族に役立ちます。自分のため、そして子供たちや孫のためにどんどん書いていくぞ。そうね、家族にノーと言わせない素敵なノートにしてね。やりたいことが分かってきたな。